韓国で新しいラーメンが出たので紹介したいと思います。ビビンミョン2でございます。ビビンミョン2、これと全く同じビビンミョンなのにビビンミョン2っていうのが出てて、まあ見た目だけ見るとまずそうに見えます。ちょっと味見してみようかな。全然違う、これなんかウケんだけど、なんか見た目的にはそんな美味しそうに見えないんだよね。それでは食べてみます。皆さんこんにちは、ジンです。韓国で新しいラーメンが出たので紹介したいと思います。皆さんビビン麺好きですよね。これ青い袋見たことありますよね。最近の日本ではなぜかペホンドンとかがメインになってるような気がするけど、元祖でビビン麺というとこの青い袋のパルトビビン麺、これがもう韓国で一番人気なビビン麺ですよね。冷たくてピリッとしたの辛さとかが美味しくて、あと麺もねどうやって茹でるかによってすごい美味しくなるんですけど、これが大人気で、このようなビビンジャンね、ソースだけ売ったりとかしてて、私もこうやってねベッドを買ってよく食べたりします。それでノンシムの辛ラーメンとかジャパゲティとかノグリとかいろんな分野で全部韓国トップを取っているのがノンシムなんですが、唯一超えられない壁っていうのがこのビビン麺のジャンルなんですよ。今回元祖のパルトから新しいビビン麺が出たので紹介したいと思います。じゃじゃじゃん、袋がフルチェンジ、ビビン麺2でございます。ビビン麺2、すごくないですか。本当のパルトですよ。これと全く同じビビン麺なのにビビン麺2っていうのが出てて、もうここでね元々の人気を固めようとしているのが見えますね。なぜかというとパルトビビン麺っていうそもそも使うのにここで茶色に変えたっていうのはものすごい変化だと思います。だって皆さんの辛ラーメンとか新しいやつとか出ても元々の辛ラーメンが持ってるその赤いイメージとかあるじゃないですか。それ捨てないんですよ基本的に。ゴールドなりブラックなり乾麺なりなんか出たとしても基本変えないのに、青色を捨てたっていうのはすごい変化かなと思います。そしてこんなにキャラクターを出すブランドじゃないのにちょっと儲かったよねっていうのが見えますよね。大人気したピョヌソク、やばいですよね。パルトビビン麺モデルらしい、すごいよね。オットギは BTS 使ってるし、パルトはピョヌソク使ってるし、すごいですよね。でこのビビン麺の特徴はハイドリッドビビン麺だから、青と赤色のキャラクターがあるんですけど、ここに書いてます。뜨겁게비벼도차갑게비벼도 OK っていう風になってます。つまり冷やし麺でも温麺でも美味しいっていう風になってるから、まあ見た目だけ見るとまずそうに見えます。でもパルトだけにどんな味なのか食べてみたいと思います。でもこれもう書いてます、ここに2021年から2024年の3年間販売額基準でもナンバーワン、まあ、昔からもナンバーワンだしずっとナンバーワンですよね。ラーメンの選び方、これ来年の2月までなので半年ぐらい残ってます。だいたいラーメンが市販される時にだいたい5ヶ月4ヶ月6ヶ月とかっていうのが一番多いです。で3ヶ月未満のやつはそんなことあんまりないかもしれないですけど、やっぱりあの揚げた麺ですから酸化するので味が変わるんですよね。なのでできれば期限が残ってるのを選んでください。そして安全管理認証も取ってます。これ安全ですよというマークもついてるので、おそらくね海外向けで販売する予定じゃないかなと。新大久保でまだ出てないんですけど、多分おそらく入ってくるんじゃないかなと思います。揚げた麺っていうのは変わりません。ここにゆったん麺って書いてるのが揚げた麺ですよっていうことです。515カロリー巨額ですね、いつもそうです。でやっぱりあの麺のコシのためにカムジャジョン分、ジャガイモのでんぷんを使ってます。ここで面白いなっていうふうに思ってるのが、タッコギ、鶏肉香料のフレークが入っているのと、カツオうどんのソースの粉末が入っているっていうのが面白いですよね。そして、高級素材も入れてます。あのオイスターソースとかも入っていて、うまみを出すためだと思うんですが、ちょっと海鮮が多いですよね。いやなんかめちゃめちゃ美味しそうなんですが、味がまずちょっと想像できないので、食べてみたいと思います。結構東南アジア風になっちゃうんじゃない、これ酸っぱい味をちょっとあの魚から持ってくるのかなと思っちゃいますよね。もともと韓国のビビン麺っていうのは牛肉の旨味から出してるのが多いんですけど、カツオが入ってるから結構日本人の口に合うようになってるかもしれないですね。で今回はせっかくなんで2つ作ります。あのハイブリッドですから温と冷やで作ってみます。で気になる栄養成分でございます。まずナトリウム 1350mg、まあ、韓国のインスタントラーメンの、まあ、標準ぐらいの量が
が入ってます。炭水化物 81g、 麺が多いっていうことになります。脂質が 15g、 タンパク質が 14g なので、意外とバランスが取れている。ここに野菜とか入れると最高ですよね。ただナトリウムが結構ありますから、ここにキムチとかちょっと凶悪なツナとかをあえてしまうと結構オーバーする可能性があるので、気をつけた方がいいのかなと思います。でお水は結構多めに入れます。700ミリ以上の水が必要。そこに火薬を入れて4分間茹でます。4スプーンぐらい残してから湯切りをして、スープを入れて混ぜて食べてくださいっていうのがこの温麺の場合ですよね。そして冷たいビビン麺の場合は5分30秒間茹でる。その後に冷たい水に洗い流し、水分を完全に切った後にスープを入れて混ぜる。これがさあですよね。なので皆さん気をつけてくださいね。熱いままに食べる温麺を気にしているせいか、やっぱりこの茹でる時間が冷たい場合の方が長くなってます。つまりあの麺が多分めちゃめちゃ固いと思います。なぜかっていうと温麺の場合4分だけ茹でてもその後の熱気で多分伸びるから、こういう設定になってると思うのね。で前のビビン麺の場合はだいたい3分ぐらいで1回洗ってもちょうどいいぐらい、ちょっとでも超えてしまうと麺が死んじゃうぐらい、温麺はもう想像もできなかったんですけど、今は温麺が作れるようにするために冷やの場合5分30秒っていうすごい経緯的な時間ですよ。最近5分過ぎるんってあんまりないけど5分30秒ですよね。じゃあ麺がかなり太いと思うので、元々の細いビビン麺が好きな方はどうかなみたいな感じではありますね。開けてみましょう。ほら麺太いでしょ。最近流行りのスパゲティブラックの麺ってこんな太いんですよ。それと同じぐらい太いですよね。で火薬を入れます。火薬の中には肉もそうなんですけど、結構人参が目立ちますよね。じゃあ4分いきますよ。じゃあこのままですね、2分差で茶がん麺、ビビン麺入れます。やっぱり麺がしっかりしてるよね。なんか密度も高いし、でも硬いと思って食べてみたら意外と柔らかくて美味しいんですよね。じゃあ、これで湯切りします。まあ麺がしっかりしてるので、この今菜箸だけでは湯切りが全然問題なくできてますよね。で少し残したぐらいでここにも麺投下して作ります。ちょっと味見してみようかな。全然違う、これなんかウケんだけど。普通の赤いラーメンあるでしょ、なんかそれを液状スープにしたような、なんかそんな感じ。なんか見た目的にはそんな美味しそうに見えないんだよね。分かります？なんかちょっと色がね、赤くならないからかもしれないけど、トゥルギルマックスあるでしょ、まあ、そのぐらいのビジュアルに見えるのかな。でも麺はすごいしっかりしてて美味しそうに見えますね。じゃじゃん、ちゃんと麺を洗ってから食べたいと思います。ここ大事だからね。まあ温麺とか言いながらシグニチャーはこっちじゃないかなと私は勝手に思ってるので、ちゃんと湯切りして美味しく食べてみたいと思います。なんかすっごい高級ラーメン洗ってる感じはします。ちゃんと水を切って、これはやっぱりちょっと期待できますよね。やっぱりビビン麺っていうポジションが冷たいのがまずいと成り立たないんで、やっぱり期待はこっちですね私は。でこれは本気で手で、皆さんこれ엄마의손맛、엄마じゃないけど엄마의손맛이지、엄마의손맛。あ、ここですごいいい香りしますよね。魚ベース、あ、そしてあのオイスターソース入れたよねっていう高級な香りもして、すごいなんか美味しそうです。これも2つだとやっぱりね、1つの量が足りないっていう人もいるかも。もともと韓国でビビン麺って2人で3つ作ったらちょうどいいみたいな言葉があるぐらい量が少ないっていうか、まあ美味しいからもうバンバン食べちゃうんですよ。じゃあこれで完成です。じゃじゃん。じゃああったかい麺から攻めてみたいと思います。見た目だけ見るとこっちが温麺、これが冷麺なんですが、見た目ではちょっと分かんないですよね。麺の太さだけ見るとなぐりよりも太いんじゃないかなと私は思います。それでは食べてみます。すごいんだけど、これは何に似てますが出ません。なんか
あと辛い結構、まああえて言うならば辛ラーメンをつけ麺にする方法、なんか混ぜ麺にする方法みたいなのあるじゃないですか。なんか台湾混ぜそばみたいに、そのレシピに近いみたいな味がするんで、既存に食べたことあるようなでもないみたいなラーメンなんですよ。麺がやっぱりすごい美味しいので、なんかスープメインというより麺の辛みがめちゃめちゃいいです。インスタントラーメンって麺とスープが別々遊んでる感じするけど、いや結構いいですよね。キムチも一緒に食べてみようか。うん、めっちゃいい。だいたいキムチ食べるときに辛すぎるとキムチが負けちゃうんですよ結構。これ麺結構辛い方なんですけど全然負けないし、バランスすごいいいと思います。ただ名前がパルトビビン麺っていう偏見があるから全然違うものだとは思っちゃいます。やっぱりどうですか、辛い、辛いでしょ、結構辛い。これギョヌソク当てに勝って皆さんびっくりするよね多分。いやー結構辛いですね。辛ラーメンより全然上です。下手すると優しいブルダくらい、結構辛い。じゃあ次がパルトビビン麺シグニチャー冷やし麺のビビン麺2。こっちちょっと期待できますよね。果たして気楽に食べれるラーメンなのか。こうやって食べるともっと麺の味もしっかりしてくるし、今回おそらくやりたかったその海鮮の味がより強いんですよね。エビの味もイカの味もすごいダイレクトにくるので、片面がいいよみたいな感じでちゃんと茹でないと麺固くなりすぎるかもしれないです。これ今ちょうどいいです。本当に時間通りにしたんですけど美味しいです。ちょうど今これが固めみたいな感じです。でもこうやって食べると辛さってよくわかんないぐらい、あんま辛くないでしょ。このラーメンのおすすめのポイントは、まずビョンソク好きな方、そして違うラーメン食べてみたいっていう方、あとハイブリッドがやっぱり好きで今までは別のレシピを用意しないといけないとかあったんですよね。これはただね、洗うか洗わないか時間をちょっと調整するだけで両方作れるから 2way 楽しみたいっていう方にすごいいいなと思います。あと海鮮ベースになっちゃうので、コチュジャンベースにちょっと飽きてきたとか、ちょっと韓国的な味ではなくてちょっと違う味が欲しいっていう方にはすごいおすすめできるのかなと思います。なんか汗がすごいです。なんか汗が止まんない。これちょっとデメリットは、韓国のインスタントラーメンっていうこのラーメンのジャンルからは結構ちょっと離れてるような気がします。あとパルトビビン麺っていうのがその青い袋あるじゃないですか、あれがベースなのね。すごい酸っぱくて甘くてちょっと辛くて、あと麺が細くて二口でも全部終わっちゃうみたいな、この味これに慣れてるんで、もともとビビン麺っていうのがたくあんとかキムチにめちゃめちゃ合うんですよ、シーチキンとか。でもこれはどっちかっていうとそれらにちょっと合ってないような気がするので、なんかどっちかっていうとザーサイと食べたいわこれ。だからパルトビビン麺っていう名前を使って2で出す必要があったのかなって思うんですよ。普通にパルトビビン麺ハイブリッドとかなんかちょっと違う名前で出してほしかったし、もしパルトビビン麺のアップグレードバージョン、出すのであれば既存のやつよりちょっと辛いとか、より酸っぱいとか甘いとか、麺をなんか増量したりとか具がすごい入っているとかで出してほしかったけど、そうではなかったというところですかね。はい、どっちもおすすめかな。これどういう意味かというと、温麺の場合が思ったより美味しかったんですよ、期待以上で。これは期待してる味がしないからそこでちょっと下がったっていうか、なのでどっちもいいのかなと思います。あと気になるお値段はこのような差があるので、参考までにしてください。今韓国のスーパーとかで売っておりますので、もし茶色の袋がもし見えたら皆さん、買って食べてみてください。